大地さん、高杉真宙さん、向井理美さん、ゆうさん、そして松井大吾監督です。映画君が君で君だ完成披露上映会を行ってまいります。どうぞよろしくお願いします。平日のお昼にこれだけ多くのお客様がご来場いただきました。どうもありがとうございます。それでは早速皆様から今のお気持ちも踏まえまして一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずは主人公尾崎豊役になります池松壮亮さんです。池松です。今日は本当にありがとうございます。取材からちょっとバタバタ、来まして、ものすごい急かされて、今早く上がれと言われまして、すごいトイレに行きたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、続きましてご挨拶いただきます。ブラピ役になります。満島真之介さんです。皆さんこんにちは、ブラピです僕もですね、今ずっと取材から来まして、池松くんは多分小さい方の方なんですけど、僕ちょっと大きめの方がちょっと緩めのやつが出そうな感じなんですけど、まあ途中でいなくなったらフォトセッションには帰ってきますので、はい。いやでも今日半端ないですね。いや今日半端ないですよ。こんなに来てるんですね。いやー夏始まりましたね。しっかり日焼けしてきましたんで、なんか南国のコーディネーター感で今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして坂本龍馬役になります。大倉浩二さんです。坂本龍馬役の大倉浩二です。いきなりね、出だしから2人ともトイレに行きたいとか言って、ここで立て直さないとあれなんですけど、実は僕もちょっと行きたいんですよ。だからもう僕はでも最後まで言いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして総太役になります。高杉真宙さんです。皆さんこんにちは、高杉真宙です。いや、なんかこの流れで立て直すあれなかったんで、僕はでも全然行きたくないのであれなんですけど、そうです。でも本当にこのキャストの皆さんとここに立つことができて嬉しいです。今日は短い間です。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして友枝役になります。向井理さんです。こんにちは、友枝役の向井です。僕はあらかじめトイレに行っているので全然大丈夫です。僕はもう3人とも行かないのが悪いです。大人なんですからしっかりしてくださいという気持ちでここに立ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして星野役になります。ゆうさんです。こんにちは、たくさん来ていただいてありがとうございます。今日はね、三島くんがね盛り上げるということなので30分楽しんで帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてオリジナル作品を手掛けられました松井大吾監督です。監督の松井です。ありがとうございます。今日はすごい僕さっきトイレ行ったんですけど、もうトイレ行きたいんで多分緊張がすごいんですけども、オリジナルで映画作ることが結構日本で結構大変な中で、すごく僕は自分発信でこうオリジナルでやって、こんなに素晴らしいメンバーと一緒に完成披露した会という形でたくさんの人にこう初めて見ていただくという、機会すごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではスチールカメラマンの皆さん、ここからフラッシュなしに切り替えてください。まずは池松壮亮さんにお伺いしたいと思いますけど、上海国際映画祭に監督と行かれてたんですよね。はい、行きました。いかがでしたか、上海国際映画祭でのまず反響というのは。そうですね、なんか正直反応ってよくわからないんですよ。もう何ですかね、日本とあまりにもその映画に対する距離が違うので、もう上がった瞬間声も聞こえないような、もう
わーわー言ってるのでわかんないんですけど、なんか、あれは審査員ではないか、なんか偉い人から役人さんがね、うん、帰り際にもうこんな映画上映するなって文句言われたみたいでちょっと日本でもまあね公開前打ち切りにならないか心配ですね。ちょっとこう変態が過ぎるって言われてちょっとそうですね。でもまあ非常にこうマスコミの人からもさまざまな反響がある中での今日はこうやってお客様へのお披露目じゃないですか。お二人どういうお気持ちですか。どういう気持ち。ついに見ていただくわけ。そうですね、ついに見ていただけるなという気持ちです。恥ずかしいですね。なんか恥ずかしいのと怖いのとワクワクしてるのともういろんな感情がごちゃごちゃしてて、もしかしたらこの映画見終わった後の皆さんの気持ちみたいななんか感情が混雑してる感じなのかもしれない。はい、楽しみですよね。そして先ほどから皆さんのご挨拶で役どころがすでに皆さん分かってると思うんですけれども、池松壮亮さんの役が尾崎豊に周りに憧れてるとかなりきっている役ということで、伝説のロックシンガーをある意味こうまあ、振りをする役を演じるっていうのでどういうお気持ちだったんですか。どういう気持ち。どういう気持ち。難しいですね。まあ僕が書いたんじゃないんでね。どういう気持ち。まあなんかこう尾崎豊っていう人を演じるわけでもないのでなかなかその距離感というかまあ見てもらって判断していただければ僕の気持ちなんかどうでもいいというか、はい、でも今回このお三方でずっとねご一緒してるシーンが多かったと思うんですけど、撮影の雰囲気ってどんな感じだったんですか。混雑してましたよ。監督の心と同じで暑かったしね。半端じゃなくちょうど1年ぐらい前なんですよ撮影してたのが。そしてアパートのシーンが出てくるんですけど、本当に人が住んでるアパートをお借りして下に老夫婦が住んでたんですよ。おじいちゃんがずっと寝てたんですけど、その撮影の日から散歩に行く回数が増えだしてですね2週間ぐらい撮影してたんですけど、もうほとんど外にいましたね。おじいちゃん元気になられたのかなんかちょっと分かんないですけど壊れると思ったもんね。いやもう壊れると思ったもん、ね、本当に結構踊ったり歌ったり叫んだりもうすごかったので臭かったですね本当に汗臭かった。いろんな臭さがねありましたけど、隣はずっとチューハイ飲んでるおじさんがいましたからたまに来てましたよ撮影の時。いやもう映画撮る場所かっていう感じで撮ってましたけど。でも満島さんいかがでしたか。池松さんと大倉さんとご一緒しててお二人と共演した印象っていうのは。池松くんとも初めてだし大倉さんとも初めてだし、松井さんの作品でっていうのもまた初めてで、まあそんなに年齢も変わらないし池松くんとも一つぐらいしか年変わらないので、まあ、小さい頃から役者やってる池松くんとサトウキビかじってた僕がまさか映画一緒に作るなんて思わなくて、最初フットサルで出会ってるんですよ僕が映画の、まあ、まだ裏方やってる時ぐらいですかね。なのでフットサルの人かなと思ってた人が主役で一緒に映画を撮るっていうのはなかなか喜ばしいことでしたし、まあ、オリジナルの作品っていうのは本当に今少なくて、まあ、原作ものの良さもあるんですけど、まあ、本当そこに映画の希望を感じたし、これから一緒に作っていく同世代としてなんか違うアプローチの仕方だし全然違う人間の性格を持ってますけど一緒にいるとすごいいいんですよ仲が。僕がずっと喋ってるんですけど現場でもそんな感じで、もうカメラが回ってようが回ってなかろうがみんなで作ってるっていう感じがあって、で大倉さんはずっと袴着てるんですよ坂本龍馬なんで、真夏にどんどんちっちゃくなっていくんですね毎日。もう大倉さんこんなに大きいのに現場もうどこにいるか途中から分からなくなって、なんかどんどん痩せていきましたよね大倉さんね。
向いてないんだよね、やっぱり。もうなんか全然ね、見た感じ違いましたもんね。消えてなくなっちゃうんじゃないかと思って。向井君に朝より痩せましたよ、はい、お母さんって毎日、はい、日々、ね、更新してきましたね、体重の。もう映ってますんで全部、ね、どんどん小倉さん痩せてってますから。皆さん本当に温かい目で見てください。そういうことなの。まあいいか。でもそんな小倉さん、あのね、もう今回舞台のこう映画化っていう部分もあるじゃないですか。脚本を初めてお読みになられた時はどういう印象を持ちになったんですか。わけわかんねえなと思いました。はい、ね、それは最後まで払拭されることなく、あの走り抜けました。皆さんと共演されててどういう印象をお持ちになってますか。いや、 やっぱりあの監督含めこの2人がとにかく同世代で、僕だけ年が上なので、なんか最初仲間に入れないかなと思ってちょっとなんかいじけてたんですけど、まあ、そのうち全然普通に馴染めました。馴染んでたっていうより痩せてってるんで、こう何も考えられなくなって。続いて高杉さんにお伺いしたいと思うんですけど、はい、今までに全くこうイメージの違うすごい役を今回やられたわけじゃないですか、ね、ヒロインであるキム・コッピさん演じるあの孫のダメ彼氏という役だったんですけど、いかがでしたか。こう自分の中で今までに、ね、演じたことのない、またちょっととんでもない役だったと思いますが、演じられてみて。そうですね、いや、監督と出会った時にまずパチンコに行ってくれって言われました。ダメ彼氏だから借金抱えてるからっていうので行ってきて、何回か行って買ったりとかして、あ、こうやってハマっていくんだろうなって感じたりとかして、それからはもう行ってないですけど、ちょっと怖くなってっていうのはありましたね。はい、いや、真面目だなと思って、やっぱり天使だなと思って。さっき横に並んだらもう完全に南国のなんかコーディネーターと天使だったんで、日本人の客とコーディネーターって何のコーディネーター。なんかこうね、街をこう一緒にこう連れてったりして。そう、そう、割とちゃんとしたやつね。そうじゃ、割とそうですよ、割とちゃんとしたやつですよ。高杉くん好きにはたまらないんじゃないですか。M 心がある方たちはもうすごくこう来ちゃうんじゃないですかね、今回の高杉くんの新しい姿に。なんで俺が言ってるんだったんですけど。ね、すみません、もうちょっと高杉さんが今困ってる感じでしたけど、高杉さんいつもこんな感じでいじられてたんですか。僕もなんか緊張ずっとしてたんで、まあ今日もちょっと緊張してるんですけど、ずっと静かにぼーっとしてましたね。いや、一番ぼーっとしたのは小倉さんですよ。本当にやめろ。皆さんとも共演した向井理さんは、はい、今回またね、借金取るという眉毛もこうちょっと眉毛金髪でしたね。そうなんですよね。そう、ちょっとそうでした、そうでした、生えてはいましたよ。脱色したんですよ、はい、金髪。ゆうさんの子分役ってことで非常に絶妙なコンビネーションだったと思いますけど、私が見てる限りはいかがでしたか。まあとにかくあの真ん中の3人をすごく気持ち悪いなと思いながら見て、いい意味ですよ、いい意味っていうか、あの悪いんですけどね。まあ気持ち悪い3人の話、割とだから真っ当な役だったような気がしますけど、僕がいなかったら上映できてないと。もうとんでもないところに行っちゃうんで、そういう意味ではみんな部屋に2人とも入ってきたがらなかったですね。僕らの家全然そうですか。あそこあっちですよ。ほこりと匂いと、ちょっとね、できれば外にいたかった。そうですね、新鮮な空気がついたかった、ね、まあやっぱり夏、4月ぐらいだったな。そうですね、暑かったんで、池松くんがよくかき氷を差し入れしてくれて。そうね、そう、その差し入れするじゃないですか。で、スイカとかも差し入れしてくれて、みんなスタッフも優しいから下のおじいちゃんたちに持ってくんですよね、持ってくんです、スイカを。わ、おばちゃん食べてって。10人ぐらいがそれそれぞれで行くから、おばちゃんたちも全部もらってるんですけど、中で水分取りすぎて大変なことになってるんじゃないかなと思って。本当に悪い、映画の話してくれる。あ、そう、すいません、もうやっぱコーディネーター的にはやっぱりこう地元のことが見えちゃうんで、すいません。ゆう
じゃん。でも、ね、この皆さんにある意味活を入れる役じゃないですか。だから本当にここ2人は本当にまともな役なので、普通にできたよね。そうですね、うん、何も考えることなく、はい。あとどういう物語なのかも考えずにやりました。今でも分かってない、はい。ゆうさんから見てこの3人のその光景ってどうだったんですか？部屋の中の。もう地獄絵図ですもう本当にアパート、お借りしてたアパートね、普通の木造の、だからよく下に住んでいらっしゃる。だからあんなにドタバタと本当にちょっと ひどいんですよ。見ていただくとすぐ分かるんですけど、自宅の上であれを許した後悔っていうか、多分忘れられない夏だったよね。そうですね、思い出すでしょうね、夏が来ると、うん、また来たらどうしようが第2弾がないことを望みますそう言われてますけど、池松さんはどんな思い出がありますか、あの撮影を。いや、今聞いてて懐かしいなと思って、あのそれよりもちょっとおしっこ我慢してたら足が今つりましてまあもう治ったんですけども、はい、何でしたっけ。あ、そう、ちょうどだから1年前、ちょうど1年前に撮ってたんですよ。ええ、それだけですいや、さっき俺も言ったしね。だからこんなぐらいカオスですよ。おかしいですもん、みんな。やっぱり、半端ないですよ。ね、それだけ言いたいだけなんですよ。お前が一番おかしいんだけどですよね、本当に黙ればいいのにこれ相当面白い現場だったのかと思うんですけど、でもやっぱりこの作品を作った松井大吾監督が一番すごいのかなってある意味思いますけども、どうですか、それって本当にマスコミの中でも実は賛否両論が出てるって聞きまして、なんかどういうふうにこう自分自身的には伝わればいいかなって思ってらっしゃいますか。あ、でもなんかその見た人全員が感想が違うんですよね。そのとにかくこれダメだ、気持ち悪いみたいなことももちろんあるし、その高校生に見せたりしたんですけど、高校生とかすごい普通に興奮してたりとかして、なんか多分だから過ごしてきた環境だったりとか、その時の状況で、多分見え方が違っていて、僕その映画って、一個の感情になるんじゃなくて、なんか見た人にとっての映画になればいいなって思ってるので、うん、いいことかな。なんかまあいろいろ批判されたら落ち込みますけど、でもまあいいことかなと思います。そして今あの松井監督もお話出てきましたけれども、あの全国各地で高校生向けの試写会を行っていたということで、はいはい、そこで、まあ、小さい頃好きな子の後をつけていった経験だとか、あと高校の頃朝の通学路で好きな子と同じ電車の時間に合わせていた経験で、好きな人の好きな漫画を読みたいとか、あと好きな子の好きな曲を聴きたいっていう、まあ、いろんなこう言葉が続出したって聞きました。本当にあの小さい頃の思い出っていうのは皆さんふつふつと湧き上がってるらしいんですけれども、男の子の中では小学生の頃に好きな女の子のリコーダーを舐めたいという純真な好きという思いに近くて懐かしくもありましたというコメントもあったんです。はいはい、そうですね。だからまず見る前にどんな映画だよってなってますよね。見る前に賛否両論とかいらなくないですかね。あるでしょうけどこれって女の人って気づいてるもんなんですか、そういう小さい頃の小学生ぐらいなんかそういうことやり溢れ舐められてることとかどうなんだろう気がつかないよね、分かんないですよね。やっぱり女の人はやらないんですか。あ、そう、男の人のそのカバン、ね、カバンの取って触ったりとかしないですよね、女子は。取って取って、いやだから手が当たる、ぬくもりのところ、だからもうこういう人が描いてるから、いや違う違う、ちょっと今カバン触ってもキャーって今カバン触っても意味ないでしょ。なんか割と可愛いルックスの監督なんですけど、頭の中が気持ち悪いですやってください。まあ今聞こうと思ってまさにその流れなんです。はいはいはい、あの小さい頃に好きな子に思わずやっちゃった、今思うともしかしたらちょっとやばいかもなって思うような何かこう経験というのを披露してもらいたいなと思ってたんです。高杉くんってやったことあるのこれでしょ、やっぱこの辺はさ、もういいよ
笛なめとか笛なめとかはちょっと想像つかん、ま、漫画とかではやっぱり出てくるわけじゃないですか。ちょっかい出したりとかは、あ、そういうのはありましたけど、だからどういうちょっかい、どういうあるじゃん。ちょっと静かにしてください。いや、ちょっかいって言ってもじゃないですか、まあ気を引きたいからなんか意地悪したりとかっていう程度じゃないですか。だから、まあ、だからリコーダー舐めたいわ。なかったです。なかった。リコーダー舐めたりは、うん、ここにあったら、今目の前にあって、で誰もいないの。いやいや、ないと思います。あ、そう、やばいね、やばいぞこれ。やばいぞ、監督やばいぞこれ。何があるんですか。松井さん、本当にリコーダー舐めたことあるんですか。いや、リコーダー舐めたことないですよ。ただ、本当に舐めたい自分は、舐めたい自分はいたでしょ。ないの。舐めたことないの。舐めたことないないの。だから俺、通りながら机を撫でるぐらいですよ。だから机を撫でる。何が楽しいんですか。いや、もうなんか、ね、あるでしょ、だって。あ、この子の机だな。道山君は何本舐めました。僕はね、2本です。もうね、これがすぐニュースになるからね。そう、だから半端ないって会見に書いてください。それの方が出ましんのすけがリコーダー舐めたっていうただのニュースだから。2本舐めた、絶対やめてくださいよ。なんかもうちゃんと前後関係がないと。2本同時に。いや、2人じゃなくて欲張り。あの、その子がリコーダーを変えたんですよ、はあ、途中でね、はあ、だから、あ、気づかれたの。いや、わかんない。気づかれたわけじゃないんだろうけど、最初は黒と白のやつがついてる、あの色のやつで、なんか高学年ぐらいから真っ白のやつに変わったんですよ。だからそれ言っとかないとこ。あ、じゃあ同じ人の方にも。そうか、そうです、そうです。だから一途な男ですよ。もうそれ以上満島さんに突っ込むのはやめましょう。そうしましょうよ、本当に。え、ちなみに今傍観者のように聞いてた他の今度男性陣はいかがなんですか。おっさんは舐めなさそう。僕は舐めない派ですね。舐めない派ってなんだ。そのようなニュースになるわ。舐めない派です。笛は舐めない派。触ったりはしないですか。触るの好きですね。いや、でも、あの、偶然を装って投稿する時間とかに、あ、たまたま、バカみたいなのは。かっこいいなぁ、この野郎。上から、マンションの上から見てて、キャキャキャみたいなのは、何回かやったことある。いいよね、向井さんにそれされたら俺でもキュンときちゃうもん。肩や笛舐めて。じゃあ池松さんと大倉さんはどうなんですか。俺は舐めてないと思ってたんですけど、だんだん舐めたかもって覚えてないけど、あったかもなってだんだん覚えてきましたね。リコーダーの方に話がずっと向かって。そうですね。僕は舐めたことないですよ。はい、次行きましょう。ちなみにでもお二人じゃあ好きな人にもいたとしたらどういう行動をとってたんですか。カレー作ってあげたの。カレー、今の話じゃないですか。子供の頃からカレー作るってどういうことですか。好きな子。どんな、なんかガチャガチャのカプセルに入れたハエとか渡したりしてました。それの方がヤバくない。生きてるやつです。ハエ、え、な、ハエ生きてるやつ。生きてるやつ。うわぁ、ヤバい。どういうことなんだろうな。自分でも分からず、分かんない。ウキマツさんは。いや、本当に僕ないんですよ、そういうエピソードが。本当にないんですよね。なんか初めてもらっ、僕なんかそういうの苦手で、初めてもらったラブレターを持って帰るのが恥ずかしすぎて、あの帰りに工事現場に投げましたね。こっちの方がおかしいんですよ。半端ないでしょそれ。それぐらいですね。それが20年後出てきたみたいなのはない。どういう映画なのかこれからも見ると見るんですよね、皆さん。そうでございます。はい、ちょっと期待が胸膨らんでるかと思います。じゃあですね、あのトークはそろそろ終了になってしまいますので、代表いたしまして、あの池松壮亮さんと、そして松井監督から、これから見るお客様に向けてのメッセージをお願いいたします。じゃあ池松さん。そうです。
ですね、そうですもんね、これから見ていて、まあ、あんまりネタバレはできないんですけど、主人公がひまわりを食べるシーンがあるんですね。まあだから一緒に皆さんもひまわり食べてもらって、まあ今のは冗談ですけど、なんかまあいろいろこうやって見る前にいろいろ言わせてもらいましたけど、まあなんかこうすごく乱暴で破天荒で狂っていて、なんか拙い言葉で、でもものすごく純粋な映画になったかと思っています。で、まあなんか真面目なこと言おうと思うけど、なんか出てこないんですね。まあなんかこう人生において何かに一生懸命になっていたり、愛する人がいたり、なんかそういう変化を望んでる、人に見ていただけれいただきたいなと個人的に思っています。で、まあなんか、まあなんか変な映画です、狂った純愛映画です、なんかやばい人たちのテラスハウスみたいな映画です。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に松井大吾監督お願いします。はい、なんか大人になるってそのどういうことかなってすごいこう思ってて、でなんか自分なりにはすごくその感情だったりとか、その出来事だったり状況だったりにこう名前をつけて、これはいいことだ、これは悪いことだって言って、そのすごく利害関係とかをこう整理していくことのような気がしているんです。でもどこからの104分間なんですけど、は一回そのなんかそういうこれはこういうことだって名前つけたりとか、純愛だとか、まあ純愛はもちろんそうなんですけど、その好きだ嫌いだストーカーだどうだこうだとかは一回忘れて、見てもらえたらなんかこう嬉しいなって思うし、きっと皆さんの中でもリコダー皆さん多分舐めたいともちろん思ったことあると思いますけど、はい、なんかそういう気持ちを思いつつ今日この世界に生まれてきたみたいな気持ちで見てください、はい、言葉を覚えるギリギリのくらいのところですね、はい、ちょっと分かりづらかったです、ね、すみません、すごい準備してきたんですけど今喋りながらちょっと違ったなと思いました。ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございました。それではこの後はフォトセッションに移ります。一旦皆さんご準備のためあちらでお待ちください。またよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ではI'm not going to do that.
ということで